ただ明らかにこれはその日本円が安くなる、うん、いわゆるその通貨の価値が落ちる、要は通貨配りまくるってことはそういうことじゃないですか、うん、だってこれだって国債とかで何とかするわけじゃないですか、最終的には。まあ増税はなかなか難しいん で、もうね、消費税も 10% まで上がってるん で増税すると人気なくなるから、じゃあ増税できないんだったら赤字国債出すしかないよねっていう話になって、赤字国債出すってことは円の価値が下がるってことですよねっていう。まあもちろん諸外国も配ってるから、あのドルとかユーロもあれなんだけど、やっぱこれからどれだけ経済回復していくかっていうところにはリーダーシップがすごい大事になってくるわけで、で当然それはだから予期されてるから日本円って下がってるじゃないですか。今だってガソリンの値段とかめちゃくちゃ上がってるでしょ、うんうん、そうですね、もうなんかリッター200、廃屋200円いくじゃねえかみたいな勢いが上がってきてるじゃないですか。でオイルが上がると全てのものの値段が上がるんで、うん、もちろん、いやもちろんインフレになるのは今の状態だったらいいんだけど、その分やっぱ生活厳しくなりますよねみたいな、うん、今まで吉野家の牛丼をねなんか300いくらで食えてたのがなんか400いくらになるとか500いくらになるみたいな、マクドナルドのハンバーガーも1個4、500円ぐらいになるかもしれないですよね、うん、それ大丈夫みたいな話ですよね、うんうん、僕はだから安売りをしてた業界は厳しいだろうなと思ってる、うんうん、だって牛タンの値段なんか特にそうで、ものすごい上がっちゃってましたね。そう、3倍とかになっちゃってる、うん、だって牛のタンなんてね、うん、1頭から1本しか取れないんだから、めちゃくちゃ貴重なんですよ実は。でもアメリカ人タン食わなかったから、あの仙台の牛タンとか大量に仕入れてたけど、今中国人とかそれ気づいちゃったからで吉野家の牛タンもショートプレートっつってバラ肉の部位を使ってんだけど、これも中国人が気づいちゃったから今どんどん上がってて、吉野家の牛丼が1000円になる時代も遠くないと思いますよ。今回の小麦粉も政府調達の価格がですね 19% こう上がったんで、小麦粉なんかも上がってくるんで、小麦粉って結構いろんな業種に使われてるじゃないですか。そうそうそう、ですからこれもかなり厳しいなと、まあ、私も朝食屋さんでパンケーキやってますんで結構きついなというふうに思ってるんですけれども、日本ではこれ今急速な、まあ、円安あの、うん、来てますが、ちょっとこれもですね解説していただいてよろしいでしょうか。今の少し前 そのアメリカのインフレの話ともつながってくるんですけども、はい、結構アメリカのインフレって大きな問題になっていて、はい、まあ、賃金も上がってて、まあ、株価も少し前までは上がってたので、まあ、買えるんだったらいいんじゃないかっていう面もあるんですけど、みんながみんな賃金上がってるわけじゃないんですよ。経済指標で 8% のインフレってものによっては 20% 30% 上がってるものっていっぱいありますし、向こうでもウーバーとかめちゃくちゃ高くなったりしてるので、そういう意味でこう生活が困るっていう人は結構増えてきてるんですよね。まあ必死にそれを防ぐためにアメリカの中央銀行の FRB は今ものすごい勢いで利上げをするというふうに言っていて、それは少し前のコロナ対策から劇的に変化してるんですよね。それだけ姿勢が変わったっていうことでアメリカの金利はものすごい勢いで今上がってきてるんですけれども、一方で日本はそこまでインフレもすごくないし、日銀はまだまだ緩和するって言ってるので日本の金利はあんまり上がらないっていう状況で、結局まあこの青い線がアメリカの金利、2021年の頭からなんですけど最近結構上がってますよね。で緑の方が日本の金利でわずかばかり上がってますけど、まあほぼ横ばいで、赤が為替なんですけど、まあこの青線にほぼ比例して動いてるっていうことで、まあ結局そのアメリカと日本のインフレの差、あと金融政策の差で一気に円安ドル高に来てるっていう感じですね。ちょっと前まで115円とかだったのがもう130円とかいったりしてるので、これは歴史的に見てもかなり短期間での急激な円安ドル高になってるっていうことですね。そのさっき言った値上げの話はあるんですけども、あくまで原材料が上がってて困ってるから値上げしてる、あるいはガソリンなんかもそうだし、パンとか食用油とかもそうですけど、需要が強いから上がってるわけじゃないですよね。あのアメリカ需要も強、めちゃくちゃ強くて供給要因もあってっていうことですごい 8% のインフレになってますけど、日本はその供給のやむなき事情で値上げしてるという感じで、4月の CPI って 2.1% だったんですけど、それで日銀の 2% の物価目標を達成できたかというと、たまたまあの原油とかが上がって物価が上がってるだけで、あの需要は強くないと。でこんな中で利上げなんてしてしまったら景気も悪化してしまうので、あの 2% いってもこれはもう一時的なもんですよと、原油とかの要因なんですよっていうことで、まあそこはもう放っておいてというかですね、まだまだ緩和しますということを言ってるわけですね。でそうこうしてるうちにその日本とアメリカの金融政策の差がどんどん開いてしまって、かなり円安になってきちゃってるっていうところですね。今後の流れってどうなるんですかね。まあ基本的にこの緑
緑の線は、日本日銀の金融政策はまだそうすぐには変わらないので、問題はもうアメリカの方ですよね。これでインフレがうまく落ち着いてきて、 FRB がそこまで激しい利上げもしなくなって良くなってきたならば、株価も落ち着いてくると思いますし、円安も緩やかになってくると思いますね。ただ、インフレが落ち着かなければ結構大変で、さっき言った需要の要因にしても供給の要因にしてもすぐに収まるかわからないし、原油だって小麦だってロシア情勢次第みたいなところもあったりするので、まだまだ高いインフレが長引いちゃう恐れがあるんですよね。そうすると FRB としては利上げをもっと続けなきゃいけなくなるので、その場合はまた円安ドル高になるかもしれないですね。で、あとはもう一つややこしいのは、中央銀行というのは物価を安定させるっていうのは使命ではあるんですけれども、今のインフレを抑えるために必死に利上げすると景気にブレーキにもなってしまうわけですよね。だ、死ぬ気でインフレを抑えようと思ったらもっともっと利上げすればいいんですけど、そうするとそれで景気が悪化して失業者が増えてしまったら、その時物価が収まってても果たしてこれっていい経済なの社会なのっていうことになりかねないので、どこまでブレーキ踏むのかっていうのがすごく難しいんですよね。で、これほどのインフレっていうのはこの21世紀になってから初めてなわけで、中央銀行がこの金融市場に与える影響とかがものすごく大きくなった現代においてはもう初体験のことであり、かつインフレがどうなるかなんか分からないということなので、非常にチャレンジングな、中央銀行が体験したことのない今局面に入ってるってことですね。商売人としてはね、ドル円のレートがすごく気になるところなわけですよ。いやでも本当にまだ円安ドル高進む可能性も結構ありますし、あとポイントとして中長期的に大きいかもしれないのは、海外株投資とか増えてきたりしてましたよね。若い人たちも結構アメリカ株買ったりするっていう。でもし円安がずっと続いていくのであれば、円資産持ってると自分の購買力ってやっぱり落ちちゃうわけですよ。例えば今1ドル100円だったのが1ドル130円になってしまった場合って、1000ドルの iPhone って10万円が13万円になっちゃうわけですよね。これが150円もし170円とかって世界になっていくとすると、ずっと円を持っていて預金で寝かしていたら100万円というお金は減らないかもしれないけど、海外のものを買う力っていうのは弱まっちゃうわけですよね。スマホだって海外のものですし、エネルギーだって輸入に頼ってるわけですし、輸入の依存度っていうのは強まってきてるので、そういう点で海外に資産持っておいた方がいいっていう人が増える可能性ありますよね。それで保守的だった国民がアメリカの資産とかを持つようになり始めると、それはそれで新しいお金の流れが生まれてしまうので、けど円安ドル高が一段と加速する可能性はキャピタルフライトが、まさにそうですね。悪い言葉で言うとそうですね。でもね、全然経済が昔に戻っちゃったみたいな、でも総合的にその日本の弱さみたいなの際立ってきてますけど、政治家はそれに対して問題意識を感じてないんですかね。記録的なというか、円が弱くなってる、円安ですね、円安で、しかも経済的にも弱くなってるわけじゃないですか、今後どうなのかなっていうふうに思うのは、これだけその金融緩和をやってきたわけでしょ、でその副作用が例えばアメリカとか今出ていて、めっちゃ今金融引き締めに入っていて、その長期金利がうわーって上がって、それがそのドル円のレートに反映しているわけじゃないですか。で日本ってインフレになってきましたねって言ってるんですけど、大したインフレになってないから金融もそんなに引き締められてないじゃないですか。どうなるんですかね、これね。結局今経済力国力が落ちてるんで厳しいと思いますよ。どっちにしても多分インフレにはやっぱり追いついてくると思います。前回は携帯電話の値下がりが入ってたんで、あんまりインフレになってないのだとか、まず企業が我慢してたんで、でも今もう6月からすごい値上がりらしいじゃないですか。次のインフレのあれが統計出るのいつかな、数ヶ月後にはですね、やっぱり2桁近い、なんなら2桁超えたインフレっていうのは計上されてるかもしれないんで、かといってそれは景気が良くなって過熱してのインフレじゃない、もうまさに悪いインフレ、スタグフレーションですね、不景気なのにっていう、これは私覚えてますよ、子供の頃だけれども、アメリカが1970年代から80年の頭でボルカーが退治しましたけれども、退治するためにはもうあの時2桁近い肯定部合、今は肯定部合ないですけれども、というと、どっちにしてもインフレになったら庶民は辛い、じゃあそれを抑えるために金利上げたら景気がもっと悪くなって雇用が落ち込むっていうんでですね、ちょっといい未来は見えないかなと思いますね。日本の場合はもう悪循環結局、特にその、金融緩和で恩恵を受けていた、それで楽してる業界、不動産とかね、不動産とかまさにその典型なんですけど、要は不動産も融資ももうなんか今なんか 2% とか 3% になると高えとか言われるじゃないですか、昔のその肯定不安の時とか僕も一瞬覚えてますけど、そんなもんじゃなかったですよね、バブルの時とかの 7% とかね、そう 6% 7% とか別に普通だったんで、それみんなやっぱ覚えてないから、その1.何%とかの金利で調達してビジネスやってるとことか、もうね、
一瞬で